霊夢さん、今回はシードについてお話ししていきたいと思うのですが。翔星さん、シードが好きだよね。今回は最初に監督の発言からお話ししていきたいと思うのですが。ふむ。はい、それでは皆さん。ゆっくりしていてね。それでは霊夢さん。早速ですが。監督に関することを読み上げてもらえますか？福田監督。はい。監督なのに作中で使用している設定を知らなかったとインタビュー中に堂々と発言し、視聴者を愕然とさせた。具体的には、キラがイージス自爆の際に生存していた理由や、ローエングリンが太陽裁縫だったことなど、説明セリフがキライらしく作中ほとんど出さないようにしていたとのこと。しかし、省かれすぎると視聴者は理解できなくなる。SF ではあまりやってはいけないご都合主義をあろうことか設定の面でやってしまう人。イベントで、シンガデスティニーの主人公なんて一言も言ってないと口走ってしまった。以上ですね、監督でありながら。設定を知らなかったというのは、しかも作中ですから。驚きを通り越した。同じであります。イベントで、シンに関しての発言も、ちょっとですね。ありえないと思うけど。監督の発言はここで終わりまして。ここからは批判の多いシードを考察していきましょう。そうしましょう。例えば、よく柄の使い回しで叩いている人がいるけど。いますね。私はそこまで気にならないかな。なるほど。キラの不殺に関しては？あくまで個人的意見なのですが。不殺は時に残酷になりますから。残酷？私が気になっていたのはそこですよ。霊夢さん、他には？良かったところはキラの友情かな。フリーダムとジャスティスの共闘が私は好きですよ。あと、昨日の敵が今日の友、昨日の友が今日の敵になるという非情な部分があったり。そして、ストライカーパックシステムが斬新だったという点も。確かに。良くないなと思ったところは。設定的に無理があるところかな。あと、中立が正義みたいな書き方ですね。ふむ。全体的には、中盤から最後あたりは楽しかったですが。ここからは、視聴者様からいただきましたご意見をご紹介したいと思います。主の制作時期に近くアニメとしてもある程度好評を得ていた閉鎖空間での様々な人間模様を描いた。無限のリブアイアスや同監督脚本でおもちゃ展開する上で、主人公機に武装を完走させてうまく立ち回らせたギアファイター電動のいいとこ取りをし、なおかつ当時ガンダム未視聴のキッズにガンダムを認知させるために、過去作の名シーンをオマージュで入れていくという方向性だったのだが、いかんせん力量不足で作品として人間模様を描くには展開もフラグの立て方も、ご都合主義の強引な上行動をする上でも理由付けが常に弱く、おもちゃ展開のためにある一定の制約を設けた設定をあっけなく覆したり、設定としてだったらいらなかったじゃんみたいなものが散見。さらに名シーンのオマージュも劣化コピーレベルで、当時同時展開されていた外伝のアストレイが質万年クソ派の人でも見て面白いという評価がされていて、同じ素材、世界観を使ってるのに圧倒的に上手に料理されていたことを考えると、作品としてやっぱりダサ作だったと言わざるを得ない。あと放送当時スキッズが過去作を主のパクリじゃんと言って子さんファンから、怒りと時系列も把握できない知能の低さを馬鹿にされるという現在でも依然続くしたたきが始まり、主面白い派にどこが面白いのと聞いても、あのキャラとあのキャラがねえとキャラの話しかしない上自分の好きなキャラを盲信する上で、いいとこ取りができるシーンをかいつまんで解説してしまい、
結局良質のストーリーものじゃなく、ご都合主義のキャラアニメとして、なおのこと悪名を轟かす結果となり溝が深まっていった気がする。しかも主好き派は圧倒的に何が面白いの?の問いに、相手を納得させられるだけの答えを持ち合わせていない人が多すぎるので、盲信者や狂信者扱いされていると気づいてない。過去作好きを富の信者と切って捨てて対話しないからなおのこと厄介者扱いされ、ガンダム作品一の汚名や嫌われっぷりを発揮するのはこういったまともに対話できない種盲信者のせいだと思うし、近年ガンダムゲームの扱いもできるだけ表立つような場所に配置されなくなってるのも、種アレルギー患者が増えてるからだと思う。単館で敵を無双するという枠組みは少年漫画の常なんですが、ファーストのホワイトベースはそうせざるを得ないという理由付けが実に巧妙でしたね。後方で奇襲を受けたから、ルナ2の戦力を避けないから、大気圏突入時の攻撃で効果地点がずらされたから、おとり専門の独立部隊にされたから、など、ガルマの包囲網では大部隊による組織的な波状攻撃に対して苦戦する様子も描かれています。単艦で行動し無双しつつも、それは組織対組織の戦争の一局面に過ぎない。ファーストはその描写が実に秀逸でした。シードはそういう意味で嫌イコールフリーダムの無双っぷりも相まって、単艦正しくは三艦ですが、のみで組織的な大勢力と戦い全体の戦局を左右するという宇宙戦艦ヤマト時代編の先祖返りがありました。そういう意味で、ファーストで描写されたような戦争のリアリティがないという意見には同意します。でも、ストーリーはそんなにダメですかね?両陣営に分かれて捕虜すら取らないような絶滅戦争が始まり、最終兵器を撃ち合うってのも、ある意味リアルだと思いますけどね。そんな絶望的な殺し合いをなんとかやめさせようと、かつては自ら殺し合った主人公チームが奮闘するストーリーは個人的には胸に響きました。あまり指摘されることがないのだが、ストライクを拾うために降下軌道が大きく逸れたアークエンジェルが降りた砂漠で、当然のようにかがりが待っていたというのが一番ないと思ったものです。あの時のアークエンジェルはどこに落ちるかなんて誰にもわからなかったのですよ。何でも知っていそうなクルーゼにもラクスにもマルキオ同士にだってわからない。砂漠に落ちたのは全くの偶然です。これがカガリとのファーストコンタクトなら、アスランと再会したとかフレイやラクスを拾ったみたいな。運命のいたずらとも言えなくもないけど。ちょっと前に会った実のお姉ちゃんが国に帰って家出してゲリラ活動をしていた地域に弟が落ちてくるなんて。ティアマト彗星もびっくりだ。どれだけ天文学的確率の偶然やねん、セーフティーシャッターどころのご都合主義じゃないぞと。シードに対しては、やっぱり時代背景がかなり影響されてると思います。昔よりいろんなことに規制がいっぱいかかってるからそれを表現するのも難しくなってると思いますね。ファーストのことより言葉が難しいと思います。いつの間にかガンダムのシルエットがかっこいいロボットってことになる理由が、他にやってるアニメのロボットの美しいシルエットとかかっこいいシルエットだからだと思いますね。ロボットアニメがいっぱいあるからガンダムに特有のビームライフルを変えないといけなくなったらと思いますね。ガンダムというブランドを使ってどうしても反応、視聴や製品購入してしまう人が見込まれた。企業のためのアニメな印象。人間論、戦争論や兵器論を売りにしてるなら、ガンダムを冠しなくてもいいのでは、と。宇宙世紀とはリークしないんだから、別アニメとして作れば、作品として正当な評価、商業的的にも、があると思う。サンライズは昔見たく、エルガイム、バイハム、ドラグナー等、ガンダムとはきっちり切り分けして、別物を作るべきなんだな、と感じた。まるでミリアの紅葉で過去に名を馳せた40や50歳手前の選手を今更引っ張り出してるようだ。今
今の一部のナロー小説見てたらキラはまだマシなんじゃないかと思えてくるから困る。他人の婚約者を寝取った相手に謝らせて自分は上から目線で許してやる。思いついただけでこれだけあるけど回復術師よりはマシかなぁと思えてしまう。確かに使い回しは批判するに値しない部分だと自分は思います。ただキラやラクス、カガリなどの思想批判イコール感性によるというのは違う気がします。あのわかりやすい話の内容から彼らの思想が伝わらないはずはありません。おかしいと思ったのはその思想と行動のギャップだと思います。父が政治家とはいえ恐ろしい短期間で凄まじい戦力と信頼を得るという無茶な設定はあるとはいえ、平和を願い人を殺したくない何と戦うのか。それでなぜ連合。確かに私には合わなかった。理解はできなかった。しかし悪いところばかり見つけて良いところを見つけようとしないのは考えもんですね。シード最大の業績はガンダムの世代を広げたいろんな方にガンダムを知らせたことだと思います。叩き合いはごめんだけど、こうしてああでもないこうでもないといろいろな世代考え方のファンがガンダムを熱く語り合うことができるのは、良くも悪くもシードのおかげでもあると思います。仮に新しいことに挑戦してこけるなら、伝統を守って層が狭くてこけるよりよっぽど良いかと思います。自分は放送当時めちゃくちゃは待ってました。ガンダム作品で初めて見た作品です。ガンダムがかっこよくてあとはどうでもいいって感じで見てました。キラ、サイ、フレイの展開は笑って見てましたが周りはキラてましたね。クソだと言ってた人の気持ちがわかりませんでした。話の運び方がうまいじゃん、ガンダムに乗る経緯とか、成層圏の戦いとか敵地に不時着とか、着いたら本部が襲撃とか、そしたらこれらの展開って思いっきし初代の丸パクリだったんですね。なるほど、機動戦士ガンダムを知ってる人から見ると、シードがパクリでクソだというの納得です。主観的に登場人物に感情移入して見るタイプの視聴者には辛い部分もあったんじゃないかな。特にだんだんと本当の思いから離れていってしまい迷走するシーン。理想に空回って綺麗ことを言うことしかできない、泣くことしかできない前半から中盤のかがりあたりに、感情移入して見てしまった視聴者には辛かったんじゃないだろうか。視聴者がいくら感情移入しても、視聴者とキャラがシンクロして大活躍してカタルシスをもたらしてくれるなんてことありませんからね。私がシードデスケニーが好きな何より一番の理由がこれになります。この戦闘と地球上すべてのロボアニメの戦闘を合わせたものを天秤にかけたら僅差でこっちが勝つ、それぐらい大好きです。まずインパルスガンダムがフリーダムガンダムに対し明らかに劣っていること。登場者の技量としても前作主人公として戦闘経験豊富なキラに比べ明らかに神話劣ることなど、戦闘の背景から盛り上がる要素が満載です。さらにインパルスにはフリーダムにはない乾燥機能という一芸があること。キラは基本的にコックピットを狙わないという隠れた弱点を持っていることを、シンが戦友であるレイに教えられ二人で作戦を練るシーンなど、戦況が絶望的なほど片方に有利ではないといった情報なども場を盛り上げます。マジな話、残念、とても残念という印象ですね。序盤における新ヤースランの立ち位置ってなかなか新鮮だったと思うんですよ。あの構図のまま話が進んでいけば、ガンダムシリーズとしてはまた新しいパターンが生まれたのにな、と思うのに、途中からキラたちを出してしまい、また彼らが登場したがゆえに正義の相対性というものが失われてしまった。キラたちをテロリストだ、なんだと見る向きもありますが、少なくとも言ってることは最も理想論的なものであり、故に彼らの正義がクローズアップされてしまって、
他の正義が霞んで見えてしまうことになりました。もし仮に最後の最後まで真の立ち位置がブレず、またキラたちを登場させずに済ませていれば、この作品大化けしたんじゃないかな、という思いが未だにありますよ。はい、今回はシードについてお話ししてきました。動画を見て何か感じたことがあればコメント欄に書いてくださいね。それでは霊夢さん、そろそろ終わりましょうか。はーい。視聴者の皆様、動画を気に入った方はチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。